バルメト工場の入り口バルメトオートモーティブはフィンランドの自動車製造業者である。株式の過半はメッツが保有している。バルメトオートモーティブは自動車メーカーから独立した特定の車種を契約生産をしている。現在バルメトオートモーティブは1997年以来のポルシェボックスタート2005年以来のポルシェケーマンを生産しているが、 この契約は2012年に終わることになっている。バルメトオートモーティブは2008年7月15日にフィスカーオートモーティブと生産契約を締結したことを発表し2009年にプラグインハイブリッドのスポーツセダンであるフィスカーカルマとガリア A、S ゴルフカートの生産を開始する。サーブイコールバルは1968年にバルメトと サーブイコールスカニアの合弁事業として設立された。自動車工場はフィンランドのウーシカウプンキに所在する。1992年以来は会社はバルメト単独の所有となり、1995年にバルメトオートモーティブと解消された。1999年にラウマとバルメトの合併により会社はメッツォの所有となった。生産の歴史、ありがとうございます。